ご祈祷終わりましたけれども、はい、今のお気持ちいかがですか？そうですね、やっぱりもうその壇に上がる時からすごい気が引き締まって、なんか私クラシックバレエを小学1年生の時からやってるんですけど、なんかバレエの舞台に立ってるような感じで、すごいあんまり緊張もせずにすごい楽しめました。もう憧れで ずっと憧れだったんですけど、なんかすごいこの赤の帯もとても可愛らしくて、なんかその初詣の時に神社に行くんですけど、よく巫女さんがお守りをくださって、なんか私もお守りをこうやって渡したいなって思いました。先週お誕生日迎えたばかりですよね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。何かお祝いとかされたんですか？あの15歳のその日から、その朝早朝からドラマの撮影がありまして、でそれで現場でサプライズもさせていただき、しかもその日がその木村佳乃さんにビンタを食らうシーンの撮影だったんですよ。でもう本当その日はもう自分の中でも最高の思い出となりましたし、木村佳乃さんからの最高のプレゼントをいただいたので、もう初ビンタが木村佳乃さんってもうすごくないですか？なのでもう忘れられないです。やっぱ演技してる時だったので、やっぱりされて本当にあんまり痛くないなと思ったんですけど、やっぱりそのカットって入ってから、やっぱりだんだん痛みがじわじわってくるような感じで、吉野さんも本当はやりたくないっておっしゃってたんですけど、やっぱり監督はそこは一発お願いしますということで、一発で OK が出ました。なんか痛かったとかこう終わってから言われました、木村さんに？いや本当にごめんねごめんねって本当に言ってくださっても、私はもう本当にありがとうございます、本当に最高のプレゼントになりましたって言って、もう本当に吉野さんはとても優しい方なので本当に感謝してます。そうですね、もう私はその連ドラデビューもさせていただき、今度は映画とかやっぱり女子その学園もののドラマとかすごい憧れますし、あとは大河ドラマとかもすごい挑戦してみたいなって思います。学園ものではどういう雰囲気の生徒を演じてみたいですか？そうですね、私普段学校とかではなんか結構男子からにも結構なんだろう、結構冷たいなって思われてて、なんかそんなになんか男子ともあんまり話さないんですけど、なんかそう役としてやるんだったら本当に明るい元気なキャラとか、あとは逆になんかサイコパスみたいなちょっとなんか悪役って言ったらあれですけど、ちょっと不思議な感じの子とか、あとはなんか生徒会長やってて何でもできますよみたいな、そういう感じの子も演じてみたいなと思ってます。その役は自身と近いですか？いや逆に遠いかもしれない。あでもあ近いかも私中2の頃はその生徒会に入ってて庶務をやってて、結構成績も上の方なので頭はいい方です自分で言うのもあれですけど、比叡神社の広報大使ということは本当とてもありがたいお仕事をさせていただいて、比叡神社のことをもっとたくさんの方に知っていただけるようにしっかりアピールしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。